はボストンバッグを作ってみました。こちら中にはポケットを3箇所つけてます。ポケットティッシュと同じ大きさぐらいにしてますので、ポケットティッシュくらいの大きさのものや、隣は少し小さめのポケットになってます。リップや印鑑などちっちゃい小物入れに使ってみてください。ここにはキーケース、ハンドクリームなど入れてもいいかなって思います。でこちらは財布が横に入るぐらいの大きさになってます。でちょっと厚くなってしまいますが、ここにペットボトルと財布入れても入ります。準備する材料です。縦48センチ、横40センチの表地、接着芯、裏地を1枚ずつ。内ポケットです。縦24センチ、横22センチが1枚。縦24センチ、横20センチが1枚。こちらカバンの持ち手の部分ね。こちらは 2.5 センチ幅のカバンテープを28センチにカットしたの2本用意してます。こちらだけでもいいんですが、今回は表地と同じ柄で持ち手の部分も作っていきたいので、同じ柄の生地を用意してます。こちらは 30cm×8cm の生地を2枚用意してます。ファスナーは100均のロングファスナーを 40cm にカットしています。ファスナーを1本と、あとは 3cm 角の生地を4枚、あとはお好みでタグを用意して作っていきます。まずは表地に接着芯を貼っていきます。でカバンの持ち手のこちらの生地なんですが、こちら1箇所を1センチ折ってアイロンをかけておきます。接着芯とこちらの生地を1センチ折ってアイロンをかけてきました、はい、そしたらこの1センチ折った状態でカバンテープを重ねていきます。重ねる際に両サイド1センチ内側に置いて反対側に倒していきます。でこちらの生地は一度戻して、この状態でこちら側の生地を先に内に入れて留めていきます。で留めたらこの1センチ折ったところを上に重ねていきます。で重ねてここの両サイドをミシンで縫っていきます。もう一つも同じようにします。両サイド縫ってきました。そしたらここの端の部分4箇所すべてジグザグミシンをかけていきます。ちょっと分かりづらいですが、ここにジグザグミシンをかけてきました。そしたら表地を半分にします。中心を分かるようにしてタグも半分にします。で半分にしたら上から6センチのところにタグを
合わせていきます。タグを今ちょっとピンで留めてます。したら持ち手も一緒に留めていきます。中心から7センチのところから横に4センチ、7センチの4センチです。測ってこのジグザグミシンをかけた1センチのところを内側に折って、で4センチのところに合わせます。で反対側もこうねじれないようにという感じでして、反対側も中心から7センチ、ここ4センチのところにここを内側に折って合わせていきます。で持ち手の部分を縫う際は四角で縫っていきます。こういう感じで縫っていきます。反対側も同じように半分にしたら7センチ4センチのところに持ち手を合わせて縫い付けていきます。グッと持ち手部分をつけてきました。反対側もつけてます。こう1センチぐらい四角で縫い付けています。次は内ポケットです。内ポケットはこっちで中表に半分に折って返し口を作ってここを縫っていきます。もう一つも同じように返し口を作って縫っていきます。返し口を作って縫ってきました。そしたら返し口の部分をアイロンで感じで割った後にここを切って返していきます。手に返してアイロンまで当ててきました。返し口はまだ開いたままです。そしたら裏地を半分に折って中心分かるように折り目をつけます。折り目をつけたらこのちっちゃい方のポケットはそのままつけていきます。この返し口は下にして上から 6
6センチのところに通信を合わせて、ここにポケットをつけていきます。部分を下にして、上から6センチのところに合わせます。で、合わせたら先にちょっと中心を止めます。中心を止めたら、ここが10センチなので、この9センチのところまで1センチ内側に寄せます。で、寄せたらでピンを留めていきます。上も9センチのところに合ってるか確認して留めていきます。反対側もこの中心が10センチなので1センチずらします。ここを縫う際に、この下の部分のこの少し余ってる部分を端に寄せます。ちょっとこういう感じで寄せて、ここも端に寄せて、で、上はそのまま縫って、下はこの畳んである状態で縫っていきます。で、ここもそのまま縫います。できました。一つはここを畳んでるので大きめに開きます。で、もう一つはそのまま縫い付けています。で、こちらはちょっと仕切りを作っていきたいと思います。この家にあるポケットティッシュが入るぐらいの大きさにしようかなって思いますので、ちょっと中心でもギリギリ入るかなって感じなんですけど、今回は中心から1センチのところに仕切りをつけていきたいと思います。今こちらに仕切りの部分を縫ってきました。箇所はポケットティッシュが入るぐらいの大きさになってます。そしたら中心に印をつけておきます。表地にも中心に印をつけておきます。そしたらファスナーも半分に折って、中心が分かるように印をつけておきます。この3センチ角にカットしたのをファスナーの端に合わせます。で、中表で合わせていきます。こういう感じで。で、そしたら 1.5 センチで縫っていきます。縫った後にこういう風に広げて、ここに押さえのミシンまでかけていきます。
ーサイドを縫ってきました。こういう感じです。そしたらファスナーをつけていきます。こういう感じで反対側に感じで倒してピンなどで留めておいてください。タグがついてるところを先につけていきます。引き手部分を下にして中心から先に合わせます。で合わせたらここを縫っていきます。縫った後に裏地を中表に合わせてここを縫っていきます。
ジオにします。今両方とも止めてきました。そしたら一度ここの部分をアイロンを当てて、その後にここを縫い代 1cm で縫っていきます。完成になります。